て、それでは今夜も行ってみましょう。黙っちゃうんだよね。頑張る。お邪魔しよう。どうですか。こんばんは。どうですか。どうですか。もっと嬉しい。引っ張られちゃう。今日はこれ。私は逆に本当に怖かったから、どんなされるかというか、ちょっと夢騙され調子乗りすぎじゃないみたいな。本当なんか大人っぽいし、気にしすぎる、気にしすぎる、なんかもう、なんだろう、すごいよね、今、やばいよね。本当ありがとう。ありがとう、嬉しい。ね、家族もパラパラしたやつがいっぱい出てくる。めっちゃグループがうるさいんだけど、サラサラの返信さまってて、ごめんなさい。それでもね、なんて言うかな、やっぱり名前、あの返信の内容、名前お顔できなくてごめんなさい。ちょっと全員わかるからね。はい、続きまして、初めて出た時がそれだったですって、皆さん。リアルな声です。あの三段階反応。あ、また編集始めます。あってます。補填して。あ、日曜日髪って行きます。お待ちしてます。握手行きますみたいなテンションで。1曲目の、はい、もう何、もう1分2分だけだから1時間半1時間半公演があるとして、で1時間半のうちの4分ぐらいしか下手に登場しないの私。コケさんアップ、そう、もうね本当に。だって家見てないのと、ふう言わないのどうですか、あのさ、攻防戦。でもね、嬉しいの嬉しいんだけど、どうすればいいか分からなくて、そう言い合ってないの、そうなの。確立させようかなっていう。再現の好き。ありがとう。いや、そのもうなんかもうあえてそういう系でいこうかなみたいな、あのアンジュさんのさ、なんだっけ、あのあさっとさとあじですって言ったじゃないですか。アンジュさんめっちゃ早いじゃん。だからそういうスタイルでいこうかなって。負けないぞ。なんで言わせないんですか。わかんない。でもね、なんかなんだろう、なんだろうね、わかんない。でも時代は範囲だって。意地でも言う。どうしようかね。
恥ずかしいの、そう、なんかね、あのね、ふうがね、恥ずかしいの、よくわかんないけど、ふうがちょっと恥ずかしいの、なんかわかんないけど、でもね、すごい嬉しいよ。言うじゃないですか。一泊置いた時何も言わない。ありがとう。そのタイミングを伺って。コメント全然読んでもらえない。ごめんごめん。ね、このスタイル、このスタイル、実は話面白い。新しいスタイル。一気の先輩だ。誰が仲いい？まあさ、夢ね、本当にね、人見知りでね、1年目の時とかも本当に、ね、はい、はい、あ、はい、はい、みたいな感じで、もうなんかただのファンみたいな感じだったんですけど、2年目になってからめっちゃね、夢ね、先輩に、ね、話しかけられる、仲良くなって。のうちに行って、それから今は仲いいと思ってる。でも奈々子さんがどう思ってるかわからないけど、今は仲いいと思ってる。それでつぐちゃん